れ37度になっちゃった。規定より、5度ほどオーバーしておりますが、多分まあ大丈夫でしょう。ちょっと香料が多分この赤いのかピンク色の何か完全体ではありませんが、発熱してますね。今40度超えましたね。化学反応して溶けるときに熱くなるみたいな。50度超えた。やばい。変なみたいな。15分ぐらい。ほっときました。完全に溶けましたね。さっき55度ぐらいまで一旦上がりましたが、現在45度まで上がりました。ということで、一旦このカインズのカシューナッツの空いたケースを使います。大体1リットルぐらい入ると思います。トータルで737g。南極できるんでしょうか。南極石750ね、だいたい750の半分ぐらい。塩化カルシウム水溶液6番になるそうです。これ一旦冷凍します。マスターでございます。何ですか。塩化カルシウム毒水和物というもの、やっとなんとか形になりました。シャーベット状になってるのは結局ですね、これの塩化カルシウム半分ぐらいの水がちょうどいいみたいな。1対1でやったらね、全然うまくできなかった。で、何回かこう調整して1回冷凍してと冷蔵庫に移して、冷蔵の状態で冷蔵庫に入ってたんだ。今12度です。で、果たしてこれを氷と混ぜて温度が下がってくれるのかということで、実験を開始したいと思います。一旦これに移しますか。危険物質ではないので、どれぐらいにしますかね。氷からいる？いける？こっちから入れる？氷入れてみましょうか。こんなもんかな。これは製氷機の氷なんですが、212g。氷が 210g、 212なので、だいたい同じ量ぐらいを入れればいいんじゃないですかね。やっぱりこんなもんでしょう。氷と同じ量の塩化カルシウム毒水和物を入れてみましたが、どうでしょうか。温度は下がるんでしょうか。入れて、あっという間にマイナスに入りました。マイナス12度、14、マイナス18、マイナス21まで、マイナス22まで行きました。断熱も何もされてない。ただのこの状態で現在外気温は30度超えております。この状態でほっときましょう。どれぐらい。それではまた約35分ほどマイナス 6.9 度ですか、徐々に下がってきていますが、板の上が約30度ほどありますね。現在マイナス 6.3 度。これ混ぜたらまたすごい。混ぜたらまた下がりますね。しばらくこのままほっときましょう。さて、スポットクーラー2025テストに来ましたが、本日は多分使わないです。涼しいとこなんで。まあ、出発というか、もう、もうだいぶ来てますけど。これから1000メートル超えがありますので、いつものところなんですけど、涼しいとこしか行けないので、今日はスポットクーラーなしで車中泊をしようと思います。スポットクーラーは明日使います。そろそろあれかな、標高1000メートルぐらいになるのかな。だいぶ登ってきましたよ。はい、
標高1000メートルです。ぼやってますね。はい。長野県に入りました。長野に入った途端、ガソリンが10円上がりましたね。目的地に到着しました。お疲れ様でした。はい、到着しました。はい、信州新野仙石平でございます。もうここはね、今のところまだ涼しいので、スポットクーラーはいらないと思います。はい。お疲れ様です。ケッパコマスターでございますが、本日はスポットクーラーのテストに、ただいま渥美半島に来ておりますが、予想より気温が低いです。ちょっと現在外気温は26度、室内は 27.8 ですが、湿度が 73% なので結構蒸し暑い感じになっておりますが、ただいま換気扇と扇風機が1台して、サーキュレーターも1台使っております。ただいま8時15分、この状態で 36W 使っております。なので朝には切れます。今日はテストなのでフルではなくて半分だけテストでやってみたいと思いますが、買ってきました、コンビニで6個アイス、とりあえず500、半分なんで500で大丈夫です。ちょっと動くと暑いね。なんとかギリギリ我慢はできますけどね。扇風機とサーキュレーター全開で、1個だけ今日テストしてみよう。余計なものを乗りにしちゃった。塩化ナトリウム毒水和物、ちょっと溶けかかってますが、まだ若干凍った状態です。今日は一つだけにしましょう。これは普通の保冷剤が入ってます。少しだけ入れたいと思います。450ぐらい入ってます。ビニール袋に入れてるので移します。はい、移しました。これ今これだけです。何度ぐらい、そんな言ってないと思いますよ。大体止まりましたね。塩化カルシウム緑水和物、一旦凍らせて持ってきたものが、ただいま 5.2 度、まあ頑張っても5度前後だと思います。ロックアイスを 500g のロックアイス全部入れました。この状態でこれより少しですね、温度計変えました。予備で入れてる保冷剤の方の温度だけ見ときましょう。 0.5 見えるかな。クーラーボックスに入れて1日経過してるので 0.5 です。じゃんじゃん。ロックアイスと塩化カルシウム緑水和物混ぜた箱の中がマイナス 22.0 度、マイナス22度です。向かって一番左が吹き出し口の温度ですが、まだファンをつけてないので 25.7、 こちらがファンの吸入口に当たる部分が 26.8、 吹き出し口が現在 25.6。 5分ほど経ちましたが、塩化カルシウム緑水和物とロックアイス、コンビニのロックアイス500混ぜた箱の中身は現在マイナス26度、そしてファンの入り口ですね、27度、風の出口が23度、4度ほど下がったんですね。これは全部こっちに切り替えた方がいい結果が出そうですね。ちょっと温度は上がり始めましたね。持久力はないのかな。実際の使用状況に入りましょうか。約30分経ちましたが、車内の温度は変わりません。27.6、湿度74、そして吹き出し口が23、塩化カルシウム緑水和物とロックアイス混ぜた 5.9 度まで上がってます、ね、吸入口は27度です。どうですかね、3度4度低い風は出てますが、とても涼しいと言えるまでではないですね。もうすでにこれは持久力がないですね。30分で6度まで上がっちゃいましたからね。あー
ですかね、これ量を増やして持久力が上がるんでしょうかね。とりあえず今日のテストはここまで、あんまり意味がないので、はい。